今回は私が大学時代の栄光ゼミナール名工塾新卒で入社した早稲田アカデミー、海外移住して勤務した駿台シンガポール校に駿台香港校、帰国してから10年以上勤めた河合塾ウィングスで合計25年以上、最初はやる気も学力も低かった生徒を短期間でやる気も成績も高めてきた極めてシンプルな方法をお伝えします。動画を見ていただいている小中学生のお子さんをお持ちの保護者の方や塾講師の方もすぐに実践できることです。私はこれまで3000人以上の生徒を見てきましたが、今から紹介する方法でやる気と学力が上がらなかった生徒は一人もいません。一人もです。お子さんや生徒がなかなかやる気と成績が上がらないと思っていたら、ぜひ実践していただけたらと思います。逆にすでにやる気がそこそこあって成績もそれなりにはいい、そんな子をお持ちの保護者の方向けの内容ではないのでご了承ください。では短期間でやる気と成績を上げる方法をお伝えします。短期間でやる気と成績を上げる方法を一言で言うと一点集中です。太陽の光を虫眼鏡で一点に集めると髪を燃やしますよね。それと同じイメージです。一点集中の力は強力なので目標達成に有効です。一点集中で目標達成できるとそれが成功体験になって他のこともやれるようになるんです。何を勉強するかターゲットを定めて、そのターゲットを集中的に勉強することでテストで勉強したところだけは全問正解できます。ターゲットを絞ったところは全問正解できるまでとことん勉強するんです。そうするとやったらできたという成功体験を得られます。一生懸命やったことが高く評価されて喜ばない子を私はまだ見たことがありません。たとえ定めた内容がどんなに狭かったとしても勉強した成果が出るとみんな今まで見たことのないような笑顔を見せてくれて、次はもっと他もやってみようかなと言い出すんです。成績が良くなくてやる気もない、そんな子は小さくてもいいのでやったらできたという成功体験を積ませることでやる気が出てやがて成績が上がっていくんです。今回はそんなことをもっと具体的に順を追って説明していきますね。短期間でやる気と成績を上げるステップ1は勉強のターゲットを定めることです。勉強を始める前にテストの出題範囲をよく確認しましょう。国語の知識分野と算数数学の計算問題が何なのかをチェックするんです。なぜ国語の知識分野と算数の計算問題をチェックするのかわかります？一番確実に点数を取りやすい分野だからです。例えば国語では漢字の読み書きが必ず出題されます。どんな漢字が出題されるかは授業で実施される漢字テストの第何回から第何回などテストの出題範囲表に表記されているはずです。多くの子は漢字をある程度時間をかければ全問正解できるようになります。文法、ことわざ、慣用句などの知識分野も全科目全分野中トップクラスで全問正解しやすい分野です。算数数学はどの分野の基本計算問題が出題されるかを出題範囲表でチェックです。基本計算問題も点数アップのための勉強効率が高い分野です。中学生だったら英語も同様にスペルやアクセントを問う単語の出題範囲、3単元の S や不定詞などの単元を確認です。単語は覚えるだけですし、各単元の一番シンプルな肯定文、疑問文、否定文であればそう苦労しなくても理解できるはずです。理科と社会も高得点を取るにはそれなりの時間がかかりますが、平均点を取るくらいであれば大して時間をかけなくてもなんとかなります。このように各教科の知識分野を中心に点数が取りやすい分野を出題範囲表でチェックしましょう。ある程度時間をかければ満点取れそうなところをあまり欲張りすぎないで決めるのがやる気を維持して取り組めるコツですよ。短期間でやる気と成績を上げるステップ2はテストの過去問を確認することです。もし可能であれば今度のテストの1年前の過去問を塾の講師にもらうことができるか聞いてみましょう。1年前の過去問をもらうことが叶わないようであれば前回やったテストを探し出しましょう。1年前の過去問をもらうことができたら知識分野や基本事項の勉強が一通り終わった時点で解いてみましょう。できるできないではなくてどんなことがどんな風に出題されているかをつかむのが目的です。過去問はいわばゴールです。ゴールを知ってそこで初めて勉強を始めるんです。何をどう勉強すれば目指すゴールにたどり着けるか考えながら勉強するんです。短期間でやる気と成績を上げるステップ3はステップ1で定めたターゲットの分野で満点取れるように繰り返しトレーニングすることです。テストの前日までに完璧にするのではなくて勉強を始めた日からテストの日までの折り返し地点の日までに完璧にしておくとテストで満点取れる可能性が高まります。いやもう絶対全問正解できるよ、もう飽きたからというような状態になってからが仕上げの取り組みの始まりですからね。
ではここまでの復習です。短期間でやる気と成績を上げるステップ1、勉強のターゲットを定める。ステップ2、テストの過去問を確認。ステップ3はステップ1で定めたターゲットの分野で満点取れるように繰り返しトレーニングすることでした。このステップ1から3を踏んでテストを迎えればターゲットを定めて取り組んだ分野は満点取れるはずです。1教科の限られた分野でも全問正解というのは達成感があるものです。特定科目のどんな限られた分野でも満点を取れると嬉しいものです。成績が低迷し続けている子は取り組んだ結果が出るという成功体験を得ることでやる気が出てきます。やる気が出ない子は結果が出ていないから取り組む気になれないという悪循環に陥っているんです。皆さんはサーカスの象の話って聞いたことあります？こんな話です。サーカスの象はロープで杭につながれたままじっとしています。ロープを引きちぎるだけの力を持っているのに、なんでその力を発揮して逃げ出さないのでしょうか？答えは簡単です。自分には力がないと思い込んでいるからですね。ゾウはまだ子供の頃、鎖で杭につながれて毎日を過ごしていました。小さいから力がなくて杭を引き抜くことができなかったんです。ゾウは大きくなってからも小さい頃の杭を引き抜けなかった経験にとらわれ続けます。調教師はそれを知っているから、鎖の代わりにロープを使ってゾウをちっぽけな杭につなぎ止めるんですね。大きなゾウにとってちっぽけな杭を引き抜くくらい簡単なはずです。でもゾウは自分には力がないと思い込んでいるのでじっとしているんです。そんなサーカスのゾウ状態になっている子は、ほらやればできるじゃんと言ってあげられる体験を積ませるサポートをしてあげることで、どうせ無理だしという思いから、やれば意外とできるかもという思いに変わっていくんです。私はそうやって勉強ができない子を何人もできるようにしてきました。勉強を通じて勉強以外のことにも自信が出て、表情や立ち居振る舞いが変わっていくんですよね。勉強できないことされていた子たちでも勉強できる子になっていきます。ここまで私の話を聞いて、でもそんなにうまくいくかなと思っている方、ステップ1から3通りにやってみたけど満点は取れなかったらどうしようと、そんな風に思う方もいらっしゃるかもしれませんね。そうですね、テストの結果全問正解できなかったらお子さんは悔しく思うはずです。そりゃそうですよね。今までと違ってターゲットを絞って満点目指して一生懸命取り組んだのに、度忘れしたりケアレスミスしたりして満点を取れなかったわけですから、悔しいと思います。この悔しいという感情どうでしょうか？残念だとかかわいそうって思います？私はこの悔しいという感情、悪くない感情だと思うんですよね。だって今までテストを受けて良くない結果だったとしても悔しいとは思わなかったはずです。悔しいという感情には頑張った自分を褒めたい気持ちも含まれていると思うんですよね。そして頑張った、でもあとちょっと及ばなかった、こういう時に中枢神経系に存在する神経伝達物質ドーパミンが分泌されるんです。ドーパミンは意欲につながる脳内に分泌される物質です。達成できた時にではなく、あとちょっとで達成できるという時に分泌されるそうです。例えば魚を釣り上げようとしたら魚が針から外れて逃げてしまった、UFO キャッチャーで景品を持ち上げて移動していて、あとちょっとで穴に落とせるところで途中で落下してしまった、こんな時次は絶対取ってやるっていう気持ちになりますよね。テストも同じです。全然できなければやる気を出すことが難しいですが、頑張ったけどあとちょっとで満点取れなかったっていうところまでできれば次のテストに取り組む気になります。今回一生懸命頑張った、でも満点は取れなかった、では次のテストではどういうやり方をすれば満点取れるのか、お子さんと塾の講師に相談しながらやり方を決めるといいでしょう。今回お伝えしたことがお子さんのやる気と学力アップにつながれば幸いです。最後まで見ていただきましてありがとうございました。これからも子どもたちのより良い学びのために生徒指導と同じくらい精一杯動画を作って配信していきます。時期に合わせた内容を中心に配信しています。最新の配信をお見逃しないよう、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。